スティールパン、スティールパン、スティールパンは、ドラム缶から作られた音階のある、打楽器。独特の倍音の響きを持った音色が特徴。カリブ海西南端の島国、トリニダード・トバゴ共和国で発明された。すり鉢状に成形されたドラム缶の底面に音板が配置されており、この音板を先端にゴムを巻いた鉢で叩くことにより、音板及び胴体部を振動させて、 音が発生する。55ガロンのドラム缶を材料とするものが主流であり、各種産業で使用済みのものや楽器専用に作られたドラム缶により制作される。工業的に量産することが難しく、現在でも職人による手作業で制作される。また、調律には専門の調律師がおり、チューナーを名乗るためには非常に高度な技術と経験が必ずとされる。 アメリカやヨーロッパでは、スティールドラムと呼ばれることが多いが、トリニダードドバゴにおいては、スティールパン、スティールパンもしくはターンに、パン、パンと呼ぶのが一的である。日本においてはこのどちらの呼び名も使われており、さらに、スチールという英単語を、スティールと読むか、スチールと読むかによる違いもあり、呼び名の統一がなされていない。スティールパンは、スティールバンドと呼ばれる、 スティールパンを中心とする音楽グループで演奏されることが多い。また、ポピュラー音楽でも特徴的な音色を生かしたアレンジで共に使われることもある。スティールパンはトリニダード・トバゴの首都ポート・オブ・スペインで毎年開催され、世界三大カーニバルにも数えられるカーニバルの場においても欠かせない楽器である。パレードにおいてはボートと呼ばれる。 オープントレーラーの上で演奏しながら街を周回する姿が見られる。また、カーニバル期間中に行われるスティールバンドのコンテストは大小100組以上ものバンドが参加して毎年盛大に行われ国内外を問わず大きな注目を集めている。中でもラージバンドと呼ばれる大規模なバンドには100名ものスティールパン奏者が参加しこの日のために練習した。 大迫力の演奏を披露する。トリニダード・トバゴでは19世紀半ばに当時、占有していたイギリス政府によりドラムの使用を禁止された黒人たちがいろいろな長さにした竹の棒で叩いて音を出すを代用していた。しかし1937年、このの使用も禁じられた人々は身近にあったビスケットなどの寒類などを楽器として使用し始めた。そうした中、 1939年に、が、ボロボロになったドラム缶を直そうとしていた際、叩く場所によって、音が違っていることに偶然気づき、スティールパンの元となるものを作り出したと言われいる。当時は、ピンポン、現在、のに相当すると言われていた。それ以後、などの人々が改良を加え、スティールパンを発展させてきた。トリニダード・トバゴ独立後、アメリカやイギリスなど先進国への移民の、 奨例によって世界中にスティールパンが広まった。1960年代以降、多くのスティールバンドが北、中米を中心にワールドツアーを行ったが、当初は南国の珍しい楽団という受け取られ方でしかなかった。しかしその後、楽器そのものの発展とともに演奏技術や音楽性を高め、今ではジャズやクラシックの大きなイベントに招待されることも少なくない。 また、スティールパンは、バンダイク・パークスらがいち早く自分の音楽に取り込んだアルバムを発表し、ジョン・レノンの、ビューティフル・ボーイや、グローバー・ワシントン・ジュニア&、ビル・ウィザーズ、ジャスト・ザ・トゥオブ・アス、ザ・ビーチ・ボーイズ、ココモなどの楽曲にも取り入れられ、一躍世界的に有名な楽器となった。このような発展から、20世紀最後にして、最大のアコースティック楽器発明と呼ばれており、 1992年にトリニダード・トバゴ政府により正式に国民楽器に認定された。スティールパンは音域によって様々な種類がある。最も高い音が鳴る。主にメロディを担当し、音域も2オクターブ以上ある。さらに、ドから始まるローテナーパンとレから始まるハイテナーパンがある。日本では1960年代に 独楽芸人のチクシコ・マツルが持ち込んだものが最初とされている。1970年代後半からは、細野晴臣が楽曲に使用したほか、1980年発表の郷広美のシングル曲、セクシー、U ・ユーで演奏されたのがきっかけで、一般的にもある程度知られるようになった。大阪万博、沖縄海洋博では、カリブ文化の紹介として、 トリニダード・トバゴからバンドが招聘され演奏を披露した。プロミュージシャンとして日本で最初に本格的にスティールパンに取り組んだ人物はヤントミタであり、1980年代を中心に奏者として活躍した後、田村源一、大野由美子らと共にアストロエージスティール・オーケストラを結成し、1994年にトリニダード・トバゴでの録音を含むアルバム、 ハッピーリビングを発売した。1990年代になると、その印象的な音色から、テレビ番組やコマーシャルなどで使用されることも多く、一般的に耳にする機会も増えている。1990年発売のスーパーファミコン用ゲーム、スーパーマリオワールドは、メインテーマ曲が、スティールパンを模した電子音で演奏された。宮崎県の新ヶでは、 長期にわたりトリニダーショーボとスティールバンドの演奏が行われ参加した演奏家の一部は現在でも日本で演奏、指導などの活動を行っている。1995年にはトリニダード,ド・トバゴより招いたレンイーズ・スチール・オーケストラ、レネゲーズのブライアン・ブルーマント指導のもと、富山県福野町、玄南都市にて日本初の市民スティール・オーケストラである。 月焼きスティールオーケストラが結成された。原田義弘率いるパノラマスティールオーケストラ、羽生子号、田村源一が参加するリトルテンポは、それまでのワールドミュージックというくくりにとらわれず、クラブやロックフェスといったシーンに受け入れられ、この楽器の知名度を上げる大きなきっかけとなった。その他、町田義男、山村誠一、 上場台風などといったアーティストによって取り組まれると、共に、YY スティールバンドなど、全国各地で、プロやアマチュア演奏家によるスティールンドが、結成されている。また、竹光徹のアルバム、ケズ、若い人たちのための音楽史、2017年や楽曲、フロム・ミー・ホアという、コールタイムでは重要な打楽器として扱われるなど、いわゆる現代音楽の法人作品にも、 次第に登場するようになっている。トリニダード・トバゴ出身のマイケル・マニッシュ・ロビンソンや、イクタ・アキヒロなど、日本で活動するスティールパン制作者も登場し、多くの演奏者が彼らの制作した楽器を使用している。1990年代から楽器の輸入、制作販売を行い、日本人制作者の草分けとして活躍した、そ部良は、 2016年にスティールパン製作からの撤退を発表し、以後はハンドパンの製作に移行した。2016年2月、日本人演奏家がトリニダードトバゴで死亡し、遺体で発見される事件が起こった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。